サウリ・バイナモ・ニーニストは、フィンランドの政治家、弁護士。第12代フィンランド大統領。フィンランド南部、サロ出身。郷里のサロで弁護士事務所を開業後、1977年にサロ市議会議員となり、政界入り。1987年には、フィンランド議会議員に当選する。1994年に、国民連合党議長に選出され、 執行部入りする。1995年パーボ、立法年内閣の法務大臣として初入閣する。以後、財務大臣、副首相などを経て、2006年に国民連合党から大統領選挙に立候補し前線した。2007年から2011年までフィンランド議会議長を務めた。2012年の大統領選挙に再び立候補し、2012年2月に、 緑の同盟のペッカハービスト元環境省を決選投票で破り大統領に当選した。2009年にフィンランドサッカー協会会長に就任した。2016年3月に来日。2018年1月28日に行われた大統領選挙では62.7%の票を獲得し再選。2019年10月21日に 迎賓館赤坂離宮で安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。1974年にマイアリーナ・アランコと結婚。二男を設けたが、マイアリーナは1995年に自動車事故のため救世した。過去となったニーニストは閣僚時期に元ミスフィンランドで、 国会議員の谷アカルペラと交際するようになった。2003年に二人は婚約するが、2004年に破局している。2005年、ニーニストは遺縁にハウキオと出会った。彼女は当時国民連合党で働いており、雑誌ナイキパイバのためにニーニストにインタビューしていた。二人は後に交際するようになるが、2009年1月3日に、 結婚するまで関係は公にされなかった。2011年、夫妻は、レンヌというボストンテリア犬を買い始め、以降レンヌは、フィンランドメディアのお気に入りとなった。2018年2月2日、夫妻には、長男が誕生した。2011年より、緑の同盟代表を務めるビルデニーニストのお辞に、あたる。ありがとうございます。